サイパン島で働く中国人労働者たちが雇用主を人身売買と強制労働の容疑で提訴していましたが判決が出されました。5月24日、アメリカの連邦裁判所は被告の中国系企業に対し7人の原告に591万ドルの損害賠償金を支払うよう命じました。ボイス・オブ・アメリカによるとアメリカの北マリアナ諸島の連邦裁判所は 連邦法及び現地法に基づき、香港上場のインペリアルパシフィック・インターナショナルホールディングスに対し、7人の中国人労働者に295万ドル以上の損害賠償金、及び同額の懲罰的損害賠償金を支払うよう命じました。インペリアルパシフィック・インターナショナル社は、サイパン島でカジノ建設を承認された唯一の不動産開発業者であり、 同社はカジノ建設のために中国の建設会社を複数雇っています。同社は中国人労働者を合法的な一時就労ビザではなく、観光ビザでサイパン島に呼び寄せた後、パスポートを押収しました。仕事で負傷しても労働者は治療を受けられないだけでなく、保証を求めることもできないと言います。原告の中国人労働者7人の弁護士によると、訴訟には2年半の時間がかかりました。 当初は労災訴訟でスタートしましたが、後に悪質な事件であることが判明しました。NTD ジャパンがお伝えしました。